私はね、はい、めったに褒めないんで、昔から私がたまに本気で褒めるとみんな泣くんですよ。ただ褒めるんじゃなくて感謝する。うちのおふくろから習ったんですよ。あんたがやったんじゃなかと、社員の皆さんが頑張ったと、感謝せんばって言われてね、まあ、それは私が全力で頑張るということで、まあ、結果を最大限出すために惜しみなくやるということで、うん、こう駆使して最短で結果を最大限出す。仮に私が長尾先生とかお世話になって、はい、めっちゃ若くしてくれって言ったら、はい、何歳ぐらい若くなるんですか？皆さんこんにちは、長尾さやかです。今日はなんと私が尊敬して学ばせていただいてます原田栄光先生をお招きいたしました。原田栄光さんの方のビジネスチャンネルでも、対談をアップしておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ビジネスチャンネルの方の対談とちょっと被ってしまうところもあるかもしれませんが、私が今悩んでおります、人材のマネジメントについて、原田さんから学べればと思います。今の、まあ、悩みがやっぱりこう、うん、人のマネージメントってところで、はい、まあ、いつもあの原田塾で学ばせていただいてるんですけども、いかにマネージメントしていくかっていうのが今私の課題でして、教えていただきたいなと思います、はい、簡単に言うとね、経営っていうのは7割人事なんですよ、うん、で3割が財務、はい、でちゃんとやっぱりいい人を採用して育てて、離職率をね下げるということがもう企業の経営の7割です、はい、でいい人が揃えばね、いいマーケティング、いい商品政策をやってくれるわけですよね。まあ7割の人事っていうのは採用、はい、それからリテンションといって離職率を下げる。で採用っていうのは一般公募で、求人広告で給料だけ出して、高く出して採用する。これ絶対うまくいかないと思いますよ、あの給与の高いところだけを探す応募者ってのは逆に来ますから。うん、確かにそうですよね。で、はい、一番いいのはいいスタッフがお友達を連れてくることです。したがってまず採用するという前にね、その人が辞めるから採用っていうのが一番最悪ですよ、うん、だから採用コストを人の社員の満足度向上に使うと、はい、で例えば10人採用するときに、まあ、数十万かかりますね、はい、それを今の社員の満足度に使った方がよっぽど離職率下がるでしょ、はい、満足度上がるでしょ、そしてお友達に勧めてくれるわけですよ、はい、もうそこを徹底してやった方がいいですね、うん、マクドナルドは、離職率を下げて 8億の求人コストを削減できたんです。8億年間ね、はい、その8億を既存の16万人のアルバイトクルーの満足度向上に使ったんですよ。そうやると従業満足度だけじゃない、はい、サービスの質が上がる、お客さんの満足度も上がる、でみんながハッピーになるわけでしょ、はい、したがってまず徹底してやっぱり考えてほしいのは、まあ、離職されないということです、はい、じゃあ離職されないようにするためにはじゃあお金を使って満足度を上げるだけかっていうと、離職するような人を取らないってことだね、うん、だからやっぱり一番心配するのはね、求人不足だから経営者ってどうしても妥協して取っちゃうんですよ、はい、その私の経験は全て妥協が裏目に出てます、ちょっとでも心配事があったら取らない方がいい。妥協して採用するでしょ、はい、その人が辞めるときは悪口いっぱい言いふらして周りに感染させて辞めますから、絶対そこだけ守ってください、はい。まあ30、まあ、今年4になるんですけども、34で経営3年目で、まあ、原田さんもプロ経営者ってもうネット見たらねもちろん書いてあるんですけども、まあ、プロ経営者の原田さんが3年目の時はどんな課題に直面してたり悩みがあったりどう学んでいらっしゃったのかすごい知りたいです。私はね20代はエンジニア、30前半までね、そこから私が嫌だ嫌だ言うのに会社側がですね、はい、営業に行かせたりマーケティングに行かせたりするんですよ、はい、私は抵抗したんですけど、だんだんエンジニア以外の仕事に興味を持って、まあマネジメントの立場になったのが35歳ぐらいかな、うん、はい、まあ、あるあのコンピューター事業の責任者になったわけですよ、はい、まあ今から考えたらガキだったですね。もう
同日しか営業会議はやらんぞと、お客さんがいらっしゃる時に会社に営業マンがいちゃいけねえと、はい、いうことで週末に営業会議やる、ものすごく厳しくやってましたよ。で、私は自分で厳しくやりながら、この厳しさでいいのかなっていう悩みを抱えながら、はい、東芝の専務出身だった方が私の上司の社長だったんですよ、はい、社長のところに悩み相談に行ったんですよ。自分が厳しすぎるんじゃないかってことで悩んでますと、はい、と言ったら言われましたよ、原田君、私が東芝のあなたの年の時にはもっと怖かったよと、そんなこと遠慮せずに自信持ってもっと厳しくやれって言われたんです、はい、片や人事から呼び出してくれて、原田君、自分にいくら厳しくてもいいよと、だけどあなたみたいな優秀な人がそんなにたくさんいるわけじゃないと、自分と同じ能力を社員に求めたら社員はかわいそうだよ、自分に厳しいのはいくらでも厳しくていい、同じ厳しさを部下に求めるなって言われたんです。この2つがね、やっぱり一番ショックだったですね。それぐらいやっぱりこう迷いながらマネジメントやってたのが30代だったですね。でやっぱり間違ってることは許せ、もう自分が思い通りの結果出せってやっぱ思ってたんですよ、はい、でただ40になってアップル入った時はマネジメントは忍耐だ忍耐だと言い聞かせてました、30代の頃からの経験のもとにね、はい、ところが54歳でマクドナルドの社長になった時はマネジメントは全てを容認することから始まる。そうなんですか。もうどんな間違いでも受け止めて、で現実を受け止めて頭で冷静に判断して動かさないと社員は理解できないという境地になったのが50過ぎてやっとですよ。したがって私が言いたいことは、長尾さんの今の若さでね、あんまり経営者としてどう振る舞うべきかっていうことはあんまり悩まない方がいいと、若い時は若いなりの振る舞いでいいんじゃないかとやっぱ思いますよ。いや本当ですか、うん、だから、はい、ただ一つだけアドバイスするのは、振る舞いにあんまり気遣いするんじゃなくてね、やっぱり自分が一番仕事に熱心だっていうふうに社員が思うことです、うん、で自分に一番厳しく生きている上司だったらみんなやっぱりついてくると思いますから、はい、そこだけ頭に置いて頑張ってください。ありがとうございます、はい、マネージメントで、失敗しちゃったらと思うことが過去にありまして。どんな失敗したんですか。やっぱりこうスタッフをやっぱ褒めて育てろってね、本とかには、ね、書いてあったのもありましてつい褒めすぎちゃったことだったんですね。あのね、私も大企業の社長をずっと継続してね、はい、でそれから中小の会社のいろんなアドバイス経験してるじゃないですか、はい、私も驚くこといっぱいあるんですよ。大企業の中ね、若い人を褒めても自分よりもっと先輩もいるし優秀な人もいるっていうのは本人自覚してますから、うん、褒められても自分が一番だと思わないんですよ、うん、ところが本当にね、10人以下の会社で褒めちゃうと、まあ、自分はこれでもう十分だって勘違いしちゃうんだよね。例えばですね、あるエステの会社の女性だけのスタッフですよ、もうちょっとモチベーションを上げるために表彰式とかパーティーとかやったらいいぞということで、ある大きなホテルのレストランを貸し切ってもう豪華な表彰パーティーやったんです、はい、めっちゃみんな涙流しながら感動してるんですよ。次の日からみんな頑張るかなと思ったら全く逆行です、これで俺たち、自分たちが褒められてもうゴール達成したと思ってリラックスしちゃったんですよ。本当ですか。だからね、やっぱりその会社の規模によって随分違うなっていうのを私も見てるんですけど、その褒めるっていうのはね、私はね、大企業の中ではあんまり褒めないですね、めったに褒めない。でやっぱり愛情を持って叱るっていうことをしっかりやらずに、ただ褒めて褒めて褒めると
なんか上っ面のすっぺらいマネジメントになっちゃうんです。だからやっぱり、情熱を持って社員を育てる、だから一生懸命、自分の子供に愛情を持ってある時は優しくある時は厳しくやるじゃないですか、はいはい、それと同じぐらいやっぱり社員を愛する、もうこれが原則だと思います。だから私はね、めったに褒めないんで、はい、昔から私がたまに本気で褒めるとみんな泣くんですよみんな泣くんです、はい、それぐらい本気で褒めるとき以外は褒めないですね、はい、まあそうしろって言ってませんよ、はい、適当に褒めなきゃいけない。だから褒めるというよりもね、私は社員に対して仕事ができない人もできる人も共通に社員に感謝する、はい、ね、社員に感謝する、これだけは忘れないようにしなきゃダメです、はい、ただ褒めるんじゃなくて感謝する、はい、そしてやっぱり社員をちゃんともてなすという場を作る、これは絶対不可欠でしょうね。これはうちのおふくろから習ったんですよ。マクドナルド校長って言って新聞載ったら、おふくろが長崎から電話してきて、よかったね、頑張ったね、でもあんたがやったんじゃなかとよ、社員の皆さんが頑張ったと、感謝せんばって言われてね、そこからバーンってもう目が覚めた思いがありますけど、やっぱり社員に感謝、これは忘れちゃいかんでしょうね。頑張ってください、はい、ありがとうございます。まだまだ課題はね、たくさんあると思うんですけど、まあ、今までのところで経営塾、はい、何を学んだんですか大企業じゃないので、うん、なかなかできないことも多いんですけれども、うん、まあ、今一番パッと出てくるのは、値段は下げずに価値を上げて、うん、はいはい、しっかりその値段で売るっていうことにかなり私注力してまして、うん、して成果は出てるんじゃないかなと。そうなんですよ、最近ネットでね、はい、美容皮膚科美容整形がね、どん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 格安で発信して、はい、まあね、いろんな課題に直面してるっていう他の先生方の話を聞いてますもんね、はいはい、それで値段を下げない、値段を下げずに価値をどうやって上げたんですか。まあ、それは私が全力で頑張るということで、まあ、結果を最大限出すために惜しみなくやるということで、うん、まあ、もちろん手抜いたりすれば、ね、じゃあニキビイコールピーリングってなったら絶対ニキビ治らないじゃないですか、うん、そうじゃなくて、まあ、生活習慣の見直し、スキンケアの見直し、その後の治療もオーダーメイドで組み立てて、うん、今ある全世界で使われてるニキビの治療の中から、選択してその人にカスタマイズして、うん、でそれを毎月毎月ルーティンで絶対やらずにフィードバックをもらいながらアップデートすることで最短でニキビを治す、まあ、そういった感じで、まあ、ニキビだけじゃなくてたるみとかシミとかそういうのも全部こうなんでしょうね、駆使して最短で結果を最大限出すっていう風に努力をしております。塾でもね、はい、みんなと議論した通り商品価値っていうのは有形と無形とあるでしょ、はい、美容皮膚の治療をするってこれ有形じゃないですか、はい、無形っていうのは安心安全コンサルティング個別対応、はい、どんなところに力入れてますか。できることほぼ全て、うん、そちらの塾で学んでそのようにしてるんですけれども、まあ、個別対応もそうですし、安心安全もそうですし、丁寧で、あと応援するっていうのもそうですし、励ましね、はい、励まし、インスタグラムとかブログを通じてそのやっぱ女性って悩みがつきものなので、そういった女性を応援するようなメッセージを、まあ、常に発信して、離れててもちょっと勇気づけるとか、まあ、そういったことをできる限りしております。仮に私が長尾先生とかお世話になって、はい、めちゃ若くしてくれって言ったら、はい、何歳ぐらい若くなるんですか。10歳若返るのはいけると思う。10歳若返る、はい、どこら辺を若返るんですか。やっぱりこう全部が、うん、同じ年齢に皆さん老化していくので、うん、全部を同じ年齢10年分若くしないといけないんです。一部だけじゃなくてね。そうなんです、一部だけ分かる。目の下だけじゃなくてね。そう、目の下だけすると目の下だけが10年分若い感じで他がそのままになっちゃうのでトータルバランスが大事っていうのが私はちょっと考えます。私ね、はい、マクドナルドの時にね、世界中からエグゼクティブが年に数回集まるじゃないですか。ある男がね、一瞬見た時に私ギョッとしたんですよ、はい、やっぱり顔作ってるんですよ、手術感化してね。でアメリカ人って極端にやるじゃないですか。そう、はい、
びっくりしましたよ。だから絶対もうやりたくないと思ったんですけど。それを見ちゃったんですね。それ見ちゃったんですよ。ただですよ、はい、成功してる人、例えば雑誌とか芸能人とかそういった方って成功してますって顔出てないから成功じゃないですか。治療歴が丸出しで、うん、もう完全にこういうオペしましたって素人の方にも分かっちゃうのある意味失敗だと私はちょっと思ってるので、そこを見てなんかやりたくないって思っちゃうのが本当悲しくて、なので本当に治療で成功してる人はわざわざ顔に治療歴が書いてなくて普通に活躍してる方たくさんいらっしゃるので、ぜひその一部のものを見てそう思わないでほしいなと思ってます。じゃあ今度から美人を見つけたら見事に成功しましたねって言いますよはい、アドバイスありがとうございます。